暑さでマジで死ぬ。皆さんアンバサー、私です。今日は、チャリンコで戦争遺跡を見てきたよ。暇ならゆっくりしていってね。今日の動画は去年の夏に撮影してきた動画だよ。まだまだ寒いこの季節、視聴者の兄貴たちに、ポカポカになってもらおうと用意したんだよね。今私は、大都会東京の端っこにあるあきる野市って場所に来ているよ。たまには戦争遺跡でも見に行くかって思ったんで、サイクリングがてら来ているのであります。それにしても、ザ・夏って感じの天候でバチクソに良きですな。しかし灼熱すぎる気温に、マジでこれ倒れるんじゃないかって思えるほど暑くてマジヤバです。去年は半端なく暑かったよね。でも今年も暑くなるらしい。私的には寒い方が苦手なので、夏暑いのは、まあまあいいかって思いますけど。JR 武蔵五日市線の終着駅、武蔵五日市駅に到着。ちょっとインスタ映えしそうな写真を撮影していくんごねー。ちょっとレトロな感じがよきよき。ちょっと休憩を挟んで出発。さすがにこの暑さだからね、こまめに休憩を挟まないのは不作法というもの。この辺りはずーっと上りだから、体力的にかなりきついのよね。この先はさらに勾配がきつくなるからね、のんびり行くよ。前をポリスメンさんが先行しております。何も悪いことはしていないけど、抜いていくのがなぜか怖いんですけど、このまま私の本気と書いて混じって脚力で、ぶち抜きかましても良きですか？ダメですか？あ、ちょうど良きなタイミングで曲がってくれた。抜くときにご挨拶した方がいいのかな？とか考えてたわ。坂道マジチュライ。ママチャリよりは楽だけど、クロスバイクといえども脚力がなければ、やはりきっついよね。この暑さだと余計 HP ゴリッゴリ削られていくわ。それでもサイクリングは楽しいんだよね。おバイクでのツーリングも良きなんだけど、なんだろう、サイクリングでしか得られない満足感があるのよ。武蔵五日市駅から 5km ほど走ってきました。もうそろそろ目的地に到着するはず。橋の下には川が流れています。お魚さんいるのかな？いないのかな？どうやら今日はいないみたい。残念無念よい無念。ここから結構きつめの勾配。私は生粋のハードエンデューロライダー。目的地まではあと少し。ここでマジにならなきゃ不作法というもの。いや、終わりではない。目的地はもう目と鼻の先。このまま最後の力を振り絞っていくぞ。やりきったぜ。そして今日の目的地に到着。あ、いいですね。なんか景色最高だな。ここはあきる野市にある、乙神名社って場所だよ。てかお目当てのものいきなり見つけたわ。おーおー、今日のお目当ての砲弾。この砲弾の詳細は不明。なんでこんな書に置いてあるのか謎だけど、このミステリアスな雰囲気がいいな。
あんまりとも。真っ暗で何も見えないけどなんか書いてある。横須賀重砲兵除隊記念おとつって書いてあるらしいです。この撮影体制、誰かに見られたら通報されそう。怪しすぎる。ああ、いいですね。はあ、風が吹いてきて日陰でちょっぴり涼しい。映像だと爽やかな田舎の夏をお送りしてるけど、現場は汗だらったらの中年親父が階段でへばってるからね。全然爽やかじゃないし、なんなら、バイブス上がって自撮りしたんだけど、確認したらいきなり顔中汗まみれのおっさん表示されてちょっぴり泣いちゃった。砲弾は十分堪能したんで、神社も徘徊していくべ。この写真名社って神社なんだけど、ぐるぐる先生でググってみたら御祭神は天照大御神だそうです。お祭り神ってのは、神社に祀られている神様のことを指します。天照大御神はよく聞く名前だよね。ぐるぐる先生に曰く、日本神話に登場する女神で、高間ヶ原、神、が住む天上の世界の主神だそう。太陽神の性格と巫女の性格を合わせ持つ存在として描かれている。だそうです。今日はまた賢くなってしまったぜ、アンバサー。狛犬さんだ、こんにちは。あっちの狛犬さんにもご挨拶しなきゃ。狛犬さん、こんにちは。セミさんの亡骸だ。うぃ、診断後。ひえ、なんだこれ、中の亡骸が絡み合ってる。ホラーや。うぃ、診断後。ここにもセミさんの亡骸落ちてたわ。うぃ、診断後。マジでか、またセミさんの亡骸見つけたんだけど。うぃ、診断後。次にここ来た人が驚くように、何かの儀式を行った後にしておいたよ。お人形さん遊びも堪能したんで、そろそろ帰りますかね。